って宮沢さんは大島さんとはかなり仲が、はい、そうですね、いいそうですね、はい、親友でございます。どうでしたか？そうですね、まあ、あの私はあのちょっと前に、はい、あの紅白歌合戦の方で発表するかもしれないということをちょっと大島優子本人から聞いていたので、覚悟して見ていたので、あ、やっぱ言ったなみたいな感じはあったんですけれども、でも本当にあのすごい笑顔で、うん、その後もあのヘビーローテーション歌わせてもらったんですけど、うん、すごい笑顔で歌ってたし、はい、なんとしてもやっぱすっきりしたってすごく自分の中でも言ってましたので、なんかその感じがね、やっぱ、うん、さっきもマリアンヌが言ってたけど、はい、本当背中から多分伝わってきたと思うし、うん、なんか決して卒業はねやっぱ急だったので、ファンの人はびっくりしちゃったりとか、うん、ちょっと悲しい気持ちの方もきっといるとは思うんですけれども、うん、でもすごい前向きなきっと卒業だと思うので、そんな表情でしたよね、うん、すごく、はい、気になっちゃったんでまず伺いましたけど、はい、それはそうですよね、もうもちろん宮沢さんと鈴木さんのお二人のお話に今日はゲストお二方ですから、上海での様子とかね、ぜひぜひ、中国での生活などについても伺っていこうと思っておりますね、はい、お願いします。